お待たせをいたしました。 G1 レースは第40回スワンステークス G2 芝の外 1400m 16頭、なお10番の堂島無敵は外枠発走であります。大丈夫であります。16頭立て、最後にゆっくりとゲートに引かれてまいりまして、お待たせをいたしました。16頭ゲート入りが完了です。スタートしました。16頭ちょっとばらけたスタートになりました。まず6枠のエイシンバーリンフラワーパークと出てまいりますが、内をついた桜スピードもこのグループに入ってまいりました。中からは待機シャトルが行っています。半馬審査ブレイブテンダーは4番手フラワーパーク、これをかわすように外からはシャドークリークも上がってまいります。その後には内をついた進行キング、あるいはこのグループには杉の早風でありますが、その中をついて4枠のプレストシンボリも加わってまいりました。そして菱明物、そして待機マーシャルも一気に来まして、3コーナーの上りに向かいます。ロイヤル鈴鹿、そして半馬審査大隅大君と言っています。さらに後続集団から堂島無敵、あるいは外からはマイネルマックスも行きました。下りに入っています。最後方はスターペスタローが行きまして、まもなく4コーナーに近づきますが、わずかにエイシンバーリンが先頭であります。体半分から1馬身のリード、そして2番手にしてありますが、さあ8枠の2頭です。シャドークリーク、シーアケボノと差を詰めてまいりました。さらに内をついた、さあ待機シャトルあたりも突っ込んでまいりまして、第4コーナー直線コースに今向きました。さらに外をついて懸命に伸びてくるのが杉の早風でありますが、先頭はエイシンバーリン、エイシンバーリンが先頭、そして2着争いは杉の早風、そしてその外からは何かロイヤル鈴鹿あたりも一気に突っ込んできた。ロイヤル鈴鹿、そして中は待機シャトル、待機シャトル、さあ何が抜け出すか、待機シャトルが先頭だ、待機シャトル、杉の早風、外からはロイヤル鈴鹿も突っ込んだ、先頭待機シャトル、ゴールイン。2着は杉の早風、3着にロイヤル鈴鹿です。11レースはスワンステークス4歳以上第40回 G2 芝の外 1400m16 頭立て、抜け出したのは9番の待機シャトルであります。